実はこの時、あれ何があった？指主と VTuber が何かする。こんにちは、バーチャルリアル YouTuber 真鍋英二です。今回は何かな。今回はこれ。これ何ですか？実はこれ洗濯機なんですよ。え、これがどうやって使うんですか？霧島レイさんに聞いてみましょう。お話し相手になってあげるね。手動洗濯機の使い方。ノイズが多いみたい。何言ってるかわかんない。聞こえないようです。では中身です。なんとこんなにコンパクトってのは嘘です。これは次回使います。まず開けてみます。どうやら組み立てないと使えないみたいです。組み立てます。これで完成です。なんかすぐ壊れそうな気がするんですけど。壊れるかもしれませんね。あと説明書と排水するための部品がついています。では使ってみます。今回はこのタオルと服を洗ってみます。その前に洗えたことが分かるように泥で汚します。汚しました。実は汚したところ取り忘れています。まずタオルから洗ってみましょう。使い方は洗濯物の2倍の量のぬるま湯を入れます。温度は書いていないので、お湯2リットル、水6リットル入れてぬるま湯にします。洗濯物と洗剤を入れます。蓋をしっかり閉めて2分間ぐるぐる回します。排水用のパーツをつけて排水します。実はこの時、排水部分にゴミが詰まり、水漏れするようになりました。泥で汚したのがまずかったみたいです。しょうがないのでバケツを使ってすすぎます。絞ってから乾かします。どうでしょう。一応綺麗になったみたいですね。次に服を洗ってみます。ちなみに水漏れは直しました。排水用のパーツをつけて、というかひっくり返した方が早いですね。中に泥が溜まっているので洗濯機を水で洗います。服もバケツで水洗いします。絞ってから乾かします。どうでしょう。一応綺麗になったみたいですけど、まだちょっと汚れてますね。多分ずっと放置していた服なんで汚れが染みついてるんだと思います。はい、ということでですね、買ってきたんですよ、これ。この手動式のボックスエントリー、これでかいんですよね、結構これ。で、こうやってぐる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 回して綺麗にするんですけどね、これ。で、どこに洗濯入れる？もちろんまあ見ての通り、これこうやって
くるくる回してこの中に入れるんですけどね、これ。特別になんかこう落ちやすくするみたいな構造になってないと思うんだけど、結構、いや案外結構綺麗になるのかな、結構。うん、これが意外なの。ちょっとぐる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 回してる。ただ水じゃなく、まあ、ぬるま湯、まあ、確か海外ではこういうのお湯ってやってたと思ったけどな。ぬるま湯って書いてあるから、多分安いから耐熱性が多分弱いんだと思います。多分耐熱温度書いてない、うん、じゃあね、これで、この下にこの排水口ついてるんですけど、まあこれ、まあ、動画中では泥つけて、まあ、その方がまあ汚れは分かりやすいかなということで、それでやったんですけど、それでやると水漏れすると、まあ水漏れっていうか排水すればね、まあ、排水って ここに排水の口つけてジャーって出すわけだけど、まあそれよりもこれガバーって開けてガザって逆さにしたらジャーって一気に流れるっていう、まあ、それからこれいらねえんじゃねえかゴミ入れば詰まるしっていう気もするんですけどね、これ。ただ電気いらないでぐるぐるぐる2分間回すだけだから、もう災害時に使えるかなとか。ただすすぎも脱水もない。すすぎはどうやるかというと、まあどうしてもこれでやりたかったら洗濯も出してこの中ジャーって洗ってから水入れてジャーぐる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 回すぐらいだよな多分。すすぎの機能もない。多分どっちみちこれ脱水ないから、どうするかっていうと洗濯も出してくるじゃん。だって絞る、自分で絞るしかないから。まあこれ、まあ本当はその脱水機能がついてればいいんですけど、ないんですよね。どうやってこれ脱水出てもね、くる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 回すだけだからな。いやなんか脱水機つけてくれるんだよ、脱水機なんか。まあ出しちゃってさ、ただこうすぐってきてもう垂れてくるみたいな。なんでいいから、なんで脱水機ねえんだかな。まあいいけど、そういう脱水機ももうなんかおまけみたいな、プラスチックでもいいから、そういうのつけてくれればいいと思うんですけどね。まあそれでもまあ手で絞りゃいいだろっちゃ、確かにそうかもしれないので。あとそれからちょっと気になるのはこれとかこれとかプラスチック、これ壊れないこれっていう疑問が、何回つけたらバギーとかいかないこれ。ちょっとただプラスチックなのね。あとそれからこれ、うん、こういうことでたこれ結構水、うん、30リッターかそれでかいのかな、20リッターか30リッターか。でもこうやってぐる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 回すわけだから、水がたっぷり入ってればこうやってやっても拡散が理屈上弱くなるよねって思うんだよな。ってことは多分10リッター12か15かリッターかその辺りでとどめた方がいいのかなと。ただこれはまあ説明書を見ると洗濯物の倍の水を入れる、あとは洗剤はなんかその、うん、もう書いてる通りの分量に従うと、まあ水っていうか、まあ、ぬるま湯かぬるま湯って書いてるから、水でもある程度取れるんじゃないかな、これ。ある程度は。水では試してないと。まあ、そもそも、これはなんで買ったかと。それはね、水つけて、なんかこう、拭くやつあるでしょ。あれが、洗剤使ったら白くなっちゃうじゃない。洗剤使ったら。で、じゃあこれでいいかと。これで
洗剤使わないでこれでぐる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 、それで綺麗になるだろう、うん、まあそれだけじゃなくタオルとか、まあタオル程度だったらこういうのでいいかなと、いちいち洗濯機使わなくても、あとそれと、まあ、災害時一応使えるかこれ、まあただ災害時洗濯にするにしても水結構使うよねこれ、じゃあそうなんですよね、いや川の水持ってけばいいか川の水汲んできてザワーって言って川の水でも多分いけると、まあ川が汚くなければの話だけど、ってことでこれ買ってみてはいかがでしょうか。次回ウブ主と VTuber が何かするわ。次回はこれですね。え、マジ？ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録を済みでない方は無料でできます。チャンネル登録ボタンを押します。ベルを押して通知オンにします。すると検索しなくてもすぐこのチャンネルの動画が見れます。しかも新着の動画を通知してくれます。